お知らせの後は刺しご飯、旬の食材サンマを使った絶品サラダにサッシーが挑戦。最後にはとんでもないことが。さあ、カーテは刺しご飯ですよ。今回はなんと旬のサンマを使ったサラダですって。ねえ、どんなお料理なんでしょう。最後にそしてとんでもないことが起こっちゃった。さあ、10月になりましたよ。今年も残すところあと3ヶ月になりましたけれども。あら、そうですよ。やばそんないいリアクションしてくれるなんて。いやでもマジでそれびっくり。あと3ヶ月しか、もう2013年じゃないんだ。でも夏の思い出って言ったら何ですか。夏ですね、一人でベランダでスイカ食べましたなんかツアーがあったので本当に花火とかやってなくて、ね、うん、なんか最後に夏っぽいことしなきゃと思った結果、一人でスイカ食べてて、なんか室外機なんか、はい、あのすっごい暑くてすぐ帰ってきたなんか何の良くもなく、はい、そんなことを一人のお部屋でやられてるんですね。はい、やってました。人の中で指原にのの指原にのの指原に。今回作る料理のお題は、はい、サンマを使ってですね、サンマとエリンギのサラダ仕立てです。ジュジュジュ指しごさん指しごさん。まずはサラダのドレッシング作り。これらをお鍋に入れて沸騰させます。沸騰したら水で戻した板ゼラチンを入れて冷蔵庫で冷やして固めます。さあ、その間に玉ねぎを、はい、なんかフランスみたいな玉ねぎを持ってきましたね水入れてください。水、フランスみたい。初めて見たこんなの。ジェジェジェさすがさすがだな、タイミング、今のタイミング。こっちだって倍返しだ汚いやろ。すごいなこれ、全部他局っていうね薄くね、薄く薄く薄く。どうですか先生、いいんじゃないですか。分厚くなっちゃう、どうしても。なんでですか、どうやったら綺麗に切れるんですか。いきますよ。もう怖い怖い怖い倍返しされてるぜ倍どころじゃないですよ、何倍だ。10倍返しだうまっ。当たり前か。うん、当たり前、はい、はい、編集っていうものがあるんでこの辺からやったら編集いつ切るの。今でしょ今日は盛り込んでいきますよ、刺しのミックスうまい、すごいな。よし、あ、よし、大丈夫ですかね、こんぐらいで、うん、はい、じゃあ水垂らしましょうか、はい、テレビってすげえな、最近の。まっすぐ、まっすぐこうだ、そう、まっすぐだってテン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 こうやってやってたら勘違いして見る人が多いなるほど。続いてサンマを3枚におろして塩コショウを両面に振ります。でもやっぱりサンマは今じゃないですか。今ですね。今でしょどんどんいきます。入れていきます。どこ切られてもいいように、どいつでも言います小麦粉をまぶしたサンマをオリーブオイルで炒めて、ニンニクを加えてカリッと焼き上げましょう。さらにエリンギもオリーブオイルとバターで炒めて、ニンニク、カツオだし、濃い口醤油、みりんを加えます。バターと醤油も入ってて、ニンニクって、うわー、すごいいい匂いしてきた、うん、エリンギもこんがり焼き上がりましたら盛り付けです。赤玉ねぎの周りにサンマ、エリンギを盛り付けましょう。でね、さっきの出た、うわ、ドレッシング、すごい、プルプルした、すごい。でこれをこうちょっと壊しながら混ぜちゃっていいですか。いいよ。これって普通の液体ではなく、ドレッシングをジュレにする良さって、液体だと絡まないですよね、味が、うん、でこうやってゼラチンで固めると薄い味でも絡むから、薄味でもこう美味しく食べられますよね。さらにこれらとレモンも盛り付けるのですが、私だったら、うん、手前に置かんといかんよ。手に取るんだろ、それ食べる人が手に取ってかけるんだから。
一番手前に置かないと。はい、じゃあ、はい、最後の仕上げでバルサミコかけていいんですか。かけないでこうちょんちょんちょんとちょんちょんちょんと、うん、はい、じゃああとオリーブオイルいきましょう。出ました。この辺にこう、はい、よろしいんじゃないでしょうか。はい、完成。イエー、はい、秋だね。うまっ。ドレッシングよりジュレの方が美味しい。あんまりこのドレッシングが濃いとせっかくのサンマとかエリンギの香りも味も飛んじゃいますんで、うん、味付けが美味しいです。あ、バター醤油じゃなくてただの、食べてみると和風です、すごく。さあ、それでは今回の料理で学んだことをサッシー教えてください。すごく反省していることがあります。皆さんに謝らなければいけない。これはスタジオの皆さんにも、もちろん今ここにいる皆さんにも。何ですか。実はアマちゃんも半沢直樹も見てません。見ないでやってた。あら、私もよ。お忙しいですもん。まあね、なかなか見る時間もそうだ、ね、ないかもしれないから。誰も見たことないわ。てか、もうその話いいでしょ。ご覧の放送は地上波デジタル1チャンネル九州朝日放送でございます。美味しそうですね、プレゼンター。ジュレ、ジュレでね、ジュレいいですね。ね、薄味でもよく絡むということですから、やってみてください。さあ、買っても美味しいお料理の話題、はい、梨料理ってどんなんでしょうね。呼んでみましょう、せーの、石井ちゃんと高子ちゃん。